皆さんこんにちは、エビ沢です。エビチャンネル、今回はケースの中身を見てみよう。それではケースを開けてみます。私が使っているケースはマーカス・ボナーの新しいタイプのです。ここの幅が狭いのが特徴ですね。こっちの幅が割とあるんですけれども、開けると普通のファゴットのケースとは違ってベルが蓋に収納されているようになっています。さあ、楽器はこう入っていて、ボーカルもこの下に入るような形です。それでは中に何を入れているか見てみましょう。まずはもちろんストラップが入ってます。それから楽器を拭く用のクロス、そして必需品としてもちろんリードケースが入っていて、水入れ、それから終わった後に水を取るスワブ、そして意外と忘れがちなマンドレルですね、ここにくっつけるがここに入ってます。さあ、あと収納する場所はここしかないんですけれども、ここに入れてるのはまず担保に水が出てしまった時などのようにこの紙クリーニングペーパーを入れてます。それからまあティッシュなどがたまに必要になることがあるので、別にジャイアンツファンではないんですが、ジャイアンツの何かでもらったティッシュを入れてます。それから冬になるとファゴットのこのジョイントの部分が乾燥で緩くなってしまうんですね。で、ここが糸になっていますので、糸を巻きつけるようにこのように糸も入れてます。このジョイント用の糸ですね。それからそのジョイント用のグリス、コルクグリスも入れてます。コルクグリスはほとんど使わないですけど、一応念のために入れてる感じですね。それからキーオイル、まあこれもあまり使わないですけど、念のためにもし何かあった時のために入れてます。ファゴット吹き独特かもしれないのはこのドライバーですかね。結構ファゴットっていろんなところのネジが緩んだりするので、このちっちゃいドライバー、100円ショップで売ってたんですけど、このちっちゃいドライバーでたまに緩んでいるところを締め直したりしています。あとはファゴット独特なのは、一応これファゴット用のミュートです。これヘッケルという会社で売っているものもあるんですが、それに似せて手作りで作った方がいらっしゃって、長野の F1 さんという方なんですけども、その方にいただいたものです。あまり使うことはありませんけど、もし低音でちっちゃい音が必要な時に、何かあった時のために使えるかなと思って常に入れています。あとは普通に鉛筆も入れてます。書き込む用の、楽譜に書き込む用の鉛筆です。あとはこれは一応演奏家独特かもしれませんけど、結構ギャラをもらうときに領収書にハンコを押さなきゃいけないときがあるので、ハンコも常に入れてます。で、さらにその時に住所とか書くときにボールペンも必要なので、ボールペンも入れてます。ということでこれで全部です。これが常に楽器ケースの中に入っています。ちなみに楽器収納するときに必ず入れているのはここの紙をここに挟んでいます。というのもここは一番水がたまりやすいところで、しかもくっつけやすいキーなので、ここに紙を挟んで収納しています。
ボーカルは2本この中には入るようになっているので、常に、1番ボーカルと2番ボーカル、長いのと短いの1本ずつ入れています。ということで楽器ケースの中を覗いてみました。いかがでしたでしょうか。これからも様々な動画を撮っていきますので、ぜひ高評価ボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。